塩の街は、有川博による、ライトノベル作品。第10回電撃ゲーム小説大賞受賞作。電撃文庫での観光時のイラスト担当者は生じ縁外によって、すべてが塩で埋め尽くされようとした世界に住まう男と、少女の恋愛物語。著者のデビュー作であり、自衛隊三部作の陸にあたる。ライトノベルとしては、 異例の文庫からハードカバーになった作品でもあり、出版社側は当初、ハードカバーとして出版することを望んでいたが、電撃小説大賞の大賞を受賞したがゆえに、文庫として出さざるを得なくなってしまい、その後に大幅な開校を行った後に、ハードカバー化されたという経緯がある。そのため文庫と、ハードカバーで年齢などの設定が多少変わっており、文庫であった。 F-14 で決勝を爆破するシーンがハードカバーでは存在しない。またハードカバー版には本編のサイドストーリーである塩の街、その後が収録されている。塩害により塩に埋め尽くされ、社会が崩壊しかけた東京で暮らす秋葉とマナ。二人の前を時に穏やかに、時に激しく人が行き過ぎる中で、二人の気持ちは徐々に変わりつつあった。そして、 二人の元へ訪れた一人の来客が秋葉と罠、そして世界の運命を変えることとなる。ここで言う縁外とは、一般的に言う縁外とは異なる。この作品中での縁外は、東京湾、羽田空港沖に建設中の埋め立て用地基礎に落下した巨大な塩化ナトリウムの結晶を死認したことにより人が感染、塩化し、死に至る病が広がっていることを指す。入江は、 この巨大な結晶を暗示性形質電波物質と呼び、紛れもない生物だと明言している。これに感染、炎化し、死に至った人間の亡骸である、塩の柱もこの病の感染源となる。ただし直接的に塩を目視しない限り感染効果は、なく、そのためテレビ等では塩害にはならない。役所が機能を停止するまでに出された塩害による、 死亡届は延べ300万人分を超え、最低でも推定数百万人以上はいると言われている。入江がこの園外は決勝を見ると伝染すると考えた理由の大きなものとして、この死亡者の中に視覚障害者が一人もいないという確率的にありえない事態が起こっていたからであった。この物語の舞台は決勝が落下した半年後と考えられる。 この落下によりマナは両親を失い、また国家が臨時国会期間中だったこともあってか国会に党員しようとした議員、政府要人がことごとく被害に遭い、内閣、各省庁も事実上の壊滅状態に陥る。関東圏の人口は3分の1に減り、海外でも円害は広がり始めていた。一時放送各局は報道合戦状態で、 華やかだったが、スポンサーがなくなるとともに、再三の合わなくなったつぼねから、閉鎖、最終的には NHK だけしか残らなかった。残った NHK も、放送局として機能せず、再放送だと疑われるニュースだけを延々と流す、だけであった。かろうじてラジオが機能しているかどうかというだけで、情報も入ってこない閉鎖された世界となっていた。また警察などのシステムも機能せず、 秋葉のように引き出しを持たない俗に言う社会的弱者は、配給により、食料を手に入れるくらいしか生活する術がない。生きるのが苦しい人は、誰も住んでいない家や学生などの弱者が住んでいる家、誰もいなくなった商店等を襲撃して、食料を手に入れるようになり、治安は悪化を超えて、まさに無秩序。生きることが狩る側と狩られる側の戦いなしでは、 不可能に近い時代と言える。マナーも借られる側となったが、そこで秋葉に助けられ暮らす場所を与えられた。なお、上記の二人はハードカバー版には登場しない。潮の街、その後は本作品のサイドストーリーにあたる短編小説である。電撃 HP に掲載された三話と単行本化の際に書き下ろした一話の合計で四つの話があり、題名にはそれぞれ、 本編より後の話には飛行後打ち合わせの意味を持つデブリーフィングが本編より前の話には飛行前打ち合わせの意味を持つブリーフィングが関されている。コミカライズが奈良にて2021年10月号より連載されている。作画は図書館戦争シリーズのコミカライズと同じく弓黄色が担当。ABC 有川広弓黄色 潮の街がララで開幕。マリージパープルは、最終回。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードッニュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ4422352021年8月24日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ w w w k a d o k a w a c o j p スラッシュショップスラッシュ 20100122info.html ありがとうございます。